K リーグ水原産星ブルーウィングスが飲酒運転で摘発された MF キムウンソンとの契約を解除した。水原は4日、クラブは1月3日、賞罰委員会を開き、飲酒運転で選手契約書と選手団運営規定を違反し、クラブチームのイメージを落としたキムウンソン選手に対する契約解除措置を決定したと伝えた。 クラブ関係者は、昨年28日、ソウル某所で車両接触事故を起こした。その後、飲酒測定過程で飲酒の事実が発覚したと説明した。キム・ウンソンはクラブに飲酒運転摘発を報告し、クラブ側はプロサッカー連盟に報告後、賞罰委員会を開いて契約解除決定を下した。関係者は、 戦力においてとても重要な選手であることは確かだ。だが、どんな選手にも例外はない。むしろ後輩に模範を見せるべき選手であるが、物議を醸した。ファンに申し訳ないとしながら、クラブは今後も厳格な対応をしていくと述べた。